目黒蓮、春、と佐野優と、ガク、ラスボスと対峙、手に汗握る。目黒蓮、スノーマン、が主演を務める金曜ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、毎週金曜22時から、の最終話が9月15日に放送。ネット上では、春、天王寺陽、目黒、戸学、平学、佐野優と、がラスボスに戦いを挑む展開に多くの反応があった、以下、ネタバレが含まれます。トリリオンゲームのユーザー情報が漏洩。各事業の売り上げが激減する。そこにやってきたのは、黒龍一心、国村淳、だ。彼は、株を手放して、会社を売るよう迫った。春は株を手放す代わりに、ドラゴンバンクの役員にしてほしいと願う。まさかの寝返りに、ガクはいつもの作戦だと思ったが、彼は本気のようで、ベンチャー企業ごっこは終わり、と言い放った。その後、ドラゴンバンクがトリリオンゲームを買収。会社もガクたちの立場もどんどん変わってしまう。一方、春は内部からドラゴンバンクを壊すことを目論んでいた。黒龍の不正を暴くべく、ガクにも事情を話して協力してもらうが、黒龍の手のひらで転がされていただけ。彼の不正を拡散したものの、すべて握りつぶされてしまう。